よし、今日も仕事が終わったね。お帰り。また前回から一つだけ昇進してて、今サービス係のリーダーっていうのになってるんですよ。ここまで来てようやくちょっとずつお金が溜まるようになってきたね。やっとよ。家賃が高すぎんだよな。で、あれ、雪の城どこ行った雪の城、ん 嘘だろ。<laughs> 勝手に外に散歩しに行くのにはちょっと慣れてきたけど、寝るまで行く帰ってきたらまず触れ合おうと思ってた。ちょっと待って。今うんちしてなかった <laughs>。そっか、うんちするために外に出てきて、そのまま寝たのか。気も座ってんな。 そろそろマンションのエレベーターとかにでかい張り紙されるでしょ。ペットのフンはちゃんと始末してくださいって。呼び寄せたらちゃんと来てくれるかな。おおどうだ起きたかあ、一応起きた。あ、かわいい。今日もかわいい。<laughs> フンの横通ってったな。よし。帰ってきたらちょっとハグぐらいさ。えー寝た どんんだだけ眠いんだよここでも寝るそっとしといてやろうか。<laughs> ここでそっとしとくのもあれだけど。毛玉くんも疲れてるからちょっと寝る準備をしよう。楽しさゲージが下がってるから、ゲームでもさせてあげようかな。で、毛玉くんの仕事が明日休みになっててさ。連休前だね。 休みの日を使ってまたちょっと行きたい場所があるんだよねなので今日のところはしっかり寝る準備をしてもらおうよし今日はゆっくり休もうねで雪の城まだ寝てるここであ起きた寝た <laughs> 嘘 <laughs> よくこんな寝てられるな。猫かよ。朝になっちゃったよ。そろそろ。うわ、24時間以上以内に料金を払わないと電気が止められてしまいます。そっか。払ってなかったか。<laughs> せっかくお金貯まってきたと思ったのにな。<や>また結局払わなきゃいけないのか。 でそういえばね、ちょっと待って。料理すんのちょっと待って。あのー、仕事の次の昇進課題でさ、グルメ料理スキルというのをレベル2にしろって言われてんだよね。俺すっかり忘れてたわ。料理スキルっていうのとグルメ料理スキルっていうのがなんか、別枠なんだよね。だからグルメ料理の練習もさせたいんだけど、せっかく料理上手くなったのにね、 グルメ料理作らせようとすると <laughs> また料理が下手になった毛玉くんを見れると思う <laughs> 早速やったな指なんで料理の経験がグルメ料理に生かされ <laughs> やっ<た> <laughs> ずったずったじゃん すげえ鉄分取れるじゃん、この料理。これからしばらく家ではグルメ料理だな。よく寝るな、しかし。起こしてあげたほうがいいかな。雪の女王。あそば、結局、請求書払ったの払っとけよ。 たびたびミコが壁に向かって歌ってる場面を目撃するんだよねこの人も何しに来たのって飯片付けてるけどなんか自信持ってんなそっかいい料理作れたのか指ズタズタに切ってたのにね よし。これで出かける準備はできたかな <laughs> 雪の城どこ行ったあ、そこか。雪の城もご飯食べたのかな餌やりきからになってるし。よし。でね、出かけたい場所ってのがね、それも拡張パックで追加されたマップで、ここ。ブリーンズレッドンベイ。ここね、 まあ肉球のマークがついてることからわかるように、ペットの拡張パック入れたら、使えるようになるっていうマップだね。で、ここにね、動物病院っていう場所があるんですよ。ワンニャン病院。名前すげえ可愛いけど。ちょっとここに行ってみたいね。別に雪の城の調子が悪いわけじゃないけど。はい、雪の城を連れて。二人で行こう。いや、なんかね、 雪の城、犬の成長って他のシム人間とちょっと違うのかなって思って犬が成長するための条件っていうのを調べたんですよしたらね、病院に行く必要があるっぽくてどうもうとりあえず入ってみようかあれドアをノックできないあもう勝手に行ってんな。 すげえ毛玉くん <laughs> よその家の猫が漏らしたおしっこ勝手に掃除してるやるじゃん毛玉くん毛玉くんは基本的にいいやつだな。鬼ヶラと違って。でねこれかな自販機があって動物病院の中に、ここでペット用品を購入できるんだよ。 おお大型犬だ。かわいいで、えー、自動販売機で、これかなカレースナック。というのを食わせると、ペットが歳を取ると。そんなんでいいのかって感じするけど。<laughs> これ食わせると、子犬に食べさせると、大人になるみたいなんですよ、どうやら。なので、一つ買っておこう。 だから好きなタイミングで年を取らせられるみたいなんだよね他にもいろいろあんな健康促進スナックとか1個買っとこうかな健康促進はあ悪臭放出剤とか <laughs> 何のために存在すんの <laughs> これをペットに与えることは決しておすすめしません売るなよじゃあ売るなそんなもん泥水キャンディとかさ あー、なんかろくなもんねえな。<laughs> 食べたペットはその辛さにびっくりすることでしょう。うえ、こんなもんあんのペットが生き返るおやつです。無敵じゃん。好きな時に年取らせられるし、若返りまであるじゃん。若返りスナック。なんでもありだな。<laughs> ちょっとあんまりな。 悪そうなやつ食わしてもあれだからまあカレースナックと健康促進スナックとちょっとお遊びで灼熱シナモンバーだけ1個買ってみようかな <laughs> 食わせるのちょっと心が痛むけどよし購入したなまあそんな感じで雪之丞を大人にするためにカレースナックを買わせるのが今回の目的だったので もうほぼ目的は達成したんだけどせっかくだからん何やってんだこいつ <laughs> ゲームし始めたこれ勝手に入っていい部屋じゃないでしょ見た感じよくわからん機材やるし勝手に入っていいとこじゃないのは間違いないじゃんなんでそんなことできちゃうの あーでも他の動物もいて可愛いなー勝手に他の動物と何これなんか頭クラクラしてる感じになってんねエフェクトが出てんねそれの治療勝手に見学しちゃダメかなあ処置が終わったのかな ーーあ話しかけられる自己紹介しようぜボーミーダーかわいいこういうさペット飼ってる住人と仲良くなったらさ <laughs> 2> この2人で公園に行ってなんか2人で犬の散歩させるみたいな行動できたりすんのかな <laughs> ちょっと仲良くなろうよ君 <laughs> そこの犬飼ってる君ああこっちの犬もかわいい,いろんな子が来るんだな <laughs> 今度一緒に散歩行こうぜっていう話できたりしないかな <laughs> 思い切り引っ張たく <laughs> なんでこんな悪いコマンド出てんの雪 <laughs> のノ今どこ行ってんの遠いなえ <laughs> この道溜まりひょっとしてこいつのおしっこか ちょっと呼び戻そうよ。えなんかいけないってコマンドになってる。マジでちょっと抱き上げて連れてってやるか。せっかく他の犬とかもいるからさ、犬同士で仲良くなったりとかそういうのないのかな <laughs> 毛玉くんが迎えに行っている。 雪の女王しかし、いい体してんな。期待させてよかったな。ジムで。いたいた、めっちゃ遠くまで来たじゃん。あは、uh、huh. ギ,ギー。行くぞ <laughs> 抱きかかえて、病院どこだっけここ結構広いんだな、マップ。はあ、これ公園楽しそうなとこあるね。ああ、なんか。 動物の像があったり、犬と猫の。やっぱ動物の拡張パックで使えるようになったマップだから、ペット向けのなんかものが多かったりすんのかなあ。公園とかにもなんかペット用の遊具あったりすんじゃん、こういうの。ちょっと待って、一旦病院で。ここに住めば、 他のペットの飼い主と仲良くなったりしやすいかもねこの土地に住めばなんか光ってる機械あんなこれあペットの治療の手続きをするああなるほどなるほど今は雪の城が健康だから別に受診することはできないんだじゃあもう冷やかしですね <laughs> 今の彼らは もう冷やかしでしかないね。あ、ちょっと若い女性いるじゃん。若い女性かこれ。犬飼ってる若い女性とお近づきになりてえな。犬も可愛いし、可愛いこの子。ああ、足早い <laughs> すごい躍動感。可愛いいな。ちょっと話しかけてみようぜ。 <laughs> 背後から近づくの怖えここで友達作っとこうまたしてもうわすげえモコモコの子いるなんかもう犬がすげえ気になっちゃう<笑><笑>退屈になっちゃった。 しししたた話し合いに飽きましたいや、いろんな人が来るな、でも。ペット好きの仲間を増やすのは決して悪いことじゃないよね。どこに行くまさか。マジか、お前。<laughs> マジでか。 じゃあ、ちょっと、病院でやることなくなったし、公園でも行ってみようかな。こっちの公園。えー、っと <laughs>、ちょっと動物の交友関係増えてる。いいじゃん。雪の城と <laughs>、なんで俺猫に嫌われてんの、ちょっと <laughs>。シドニー白に、こんなに可愛いのに。この女性だよね、この、犬飼ってたの。ブル、あ、いや、 この女性が飼ってたのはもっとキリッとした犬だった気がすんな。え、ブルー単独で誘うことできんのかなこれ <laughs>。行ってみよう。飼い主誰だったか覚えてねえけど。犬と友達になるっていう。<laughs> 人んちの犬勝手に連れてきちゃった。 仲良くしてやってくれよブルブルなおおいいねいいねいいねおっきいのも可愛いいな遊んでるちょっと帰ったらあの年取るおやつあげようぜ雪の城に ちょっと遊びの幅が増えるんだなやっぱ子犬の時よりも <laughs>、えー、ほらだってなんかボールを投げるふりをするとかあるじゃんこれ楽しそう <laughs> あるよね実際にこういうのボールはあっちに行ったぜ全然引っかかってねえ マジかよ。めちゃくちゃやってやったみたいな顔してんのに、毛玉くん。<laughs> いや、誰も引っかかってねえぞ。雪 <laughs> の城はどこに行ったああ、寂しそう。ごめんな。ほっといて。よその犬に夢中になってしまって。キスしてやろう。<laughs> 呆れるほどキスしてやろう。来た来た。 ああかわいいこれで遊んでもらったりとかできないのあーでもクリックしても何もなんないな雪之丞が勝手に遊ぶことはあっても意図的にあのおもちゃで遊んでこいってさせることはできないのか大人になったらできんのかな子犬だからかなさっきのブルーみたいにんどうした なんか足光ってる子いんなうそだろここに来てチェスはないでしょ <laughs> あ誰か来たあれこの人知ってるよななんかジムで出会った筋肉すげえ人だよ腕ふっといやでも負けてないな毛玉くんも毛玉くんもあれからまたちょっと鍛えたりしたからねこの足光ってんのなんだすごいな へえやめちゃったよチェスそっか大人になってから雪の女王が大人になってから来たらまたちょっといろいろ楽しめたりするかもしんないねうん今日のところはちょっと撤退すっか帰ろうなんかおしゃべりしてるけど帰るぞ雪の女王 よし。ちょっと一旦部屋行こうぜ。寝室。ちょっと緊張するわ。雪の女王が成長するかと思うと。はい、来て。雪女王カモン。どこに呼びかけてんだよ。来た来た来た。よし。やってみっか。えー、っと。獣医のおやつをあげる。これかな あれ他にも俺いろいろ買ったよな。なんでこれしかないの他の子に勝手にあげたわけじゃないよね。<laughs> あれかな大人になってからじゃないとあげらんないのかなじゃあカレースナック与えてみよう。さあ。バ このゲームの芝居塗ってお前ちょっとどっか行くんじゃねえよ儀式中だろうがウェブサイト閲覧しに行こうとしてんじゃん <laughs> 元気じゃねえよちょ見届けて毛玉くん <laughs> 全然見届けてくれない 雪の城の年齢が上がりましたでもなんかスナックあげて年取らせるってなんかあれだな <laughs> 気持ち感動薄いな <laughs> 雪の城は子犬から大人の犬へと成長しました泳いだり階段を登ったりああ今まで階段登り降りできなかったんだよかった寝室にして雪の城の部屋最初2階にしようとしてたもんね散歩に行ったり芸を覚えたりできるようになりました 避妊手術がまだなら他の犬と子作りをすることもできます。あら、やりましたね。やりましたよ。スナック与えたら、かわいいやっぱ、子犬の時もかわいいけど、サイズ感があるとまたかわいいね。ああ、もう勝手に飯作り始めた。グルメ料理作らせたかったのに。<ー>うお <laughs> かっこいい動きしてる。グルメ料理の時あんなに下手だったのに。 普通の料理となったらもう手際が違うよ。<laughs> <laughs> グルメ料理の時もそんぐらいやれ。指切ったりしないもんね、こっちの料理だと。あ,あ、もう寝ちゃってるよ、雪の女王。 ご飯食べ終わったらいやかわいいなあ、うん、大人の姿もせっかく大人になった雪の丞と触れ合ったりしたかったけどまあ寝かせてやるか眠そうだしうん体力以外の欲求満たされてるしもう毛玉も寝かしちゃおうかな今日のところはまあでもまたちょっと楽しみが増えたね大人になった雪の丞と柴犬の雪の丞と起きたあ寝た <laughs> 毛玉が寝たら起きたって思ったんだけど、また寝ちゃった。ねえね、大人になった雪乃城といろんな場所に遊びに行ったりとか、そういう楽しみもちょっと増えたので、また今後が楽しみだな。まあ、基本は仕事を頑張ってもらわないといけないけど、うん。明日からまた頑張るよ。 というわけでまた次回よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございました。